姫神はその事件があって大門とかのコテージにトイレに行ったと発言している。しかし今からリハーサルが始まるのにも見てなぜ台本やノートを現場に持って行ってなかったのか。姫神はこう答えた。やめて、噛んじゃダメ。ここで姫神が殺人があったということを知っているのがおかしいんだよ。見つけた。